ぽいですね。はい、どうだ。あ、元祖やんちゃ丸出たね。これ、あれですよね。ファミコンのね、やんちゃ丸のね、ゲームボーイ版になりますね。はい。まあ、ちょっと微妙にね、微妙に内容違いますけどね。そう、これね。音楽同じなんですよ、ファミコン版のね、やんちゃ丸と。これね、怪物やんちゃ丸ってね、これ元祖やんちゃ丸ですけど、実はね、ファミコン版ね、3まで出てるんですよね。はい。2と3も出てるんですよね。意外と知られてないですけどね。1はね、知ってる人いると思いますけどね。実は2と3も出てるんですよ、これね。まあ、一応ね、アイレムのね、アクションゲームの前、代表ではありますよね。あれ、ボーナスステージか。はいはい。いや、ゲームボーイ版やるのめっちゃ久しぶりですね、これね。これでクリアですね。一面クリアですね。レッツトライボーナスゲーム。ああ、そういうことか。1アップ。まあ、あんま意味ないな。1アップ意味ないですね。これ、一気死んだら終わりですからね。そう考えると1アップは必要ないですよ。ジャンプ力結構こいつあるな。これ、なかなかね、うん、ゲームとしてはいいですよね。うん、面白いですよね。好きですよ。こういうね、シンプルなアクションゲームが僕すごい好きなんでね。結構ね、名作じゃないかと僕は思ってますよ、個人的にはね、これね。うん、よし。一気で結構ね、どこまで行けますかね、これね。あ、飛ぶ道具になった。飛ぶ道具ね、だいぶ助かりますね、これね。強力でね。ああ、そうか。こういった方がいいな。あ、これ爆弾置いていくのか、こいつ。お、びっくりした。ああ、わらじか。はい、ここ2面クリアですね。1の2か。1の2でね。なんかちょっとマリオランド的な感じやね。うん。2アップ。意味ないなぁ。まあ、結局1機しかできないので意味ないんですよね。ジャンキ増えてもね。これで、ちなみにね、一発やられたら終わりなんでね、気をつけないといけないんですよ。一発で死ぬゲームなんで。それはまあファミコン版と同じですよね。基本は。ああ、死んだ。いいよ、終わり。死に方までファミコン版と同じですね。はい。